どうしたの坂上くん。このタイミングを逃してはならない。よかったらこれ。オッスアキラ、暇だからお姉ちゃんが迎えに来てやったよ。あ、坂上リオ先輩だ。なんだよ。だから迎えに。誰もそんなこと頼んでないだろう。白雪さん、それじゃあ。坂上くん、まさか俺の思いが言葉を改札とも通じて。運命の女神様ありがとう。坂上くんのお姉さんめちゃくちゃ美人で有名だよね。羨ましい。私のこの愛車の助手席に乗れる男なんて限られてるんだから、光栄に思いなさい。へいへい。つうか仕事はどうしたんだよ。有給使った。っていうかさ、さっきの子って同級生？そうだよ。可愛かったね。好きなの？そんなんじゃねえし。そっちはどうなんだよ、彼氏はいるのかよ。彼氏はいるよ、大学の時の先輩。ああ、何やってる人？お、興味津々じゃん。絡んでくるから仕方なく相手してやってんだよ。で、さっきの子はなんて名なの？白雪さん。白雪ちゃんか、綺麗な子だったね。アキラならうまくいくよ。なんたって私の自慢の弟だからね。そりゃどうも。邪魔したのリオ姉だけど。白雪さん、アキラってばそんなにお姉ちゃんとデートしたいの？なわけあるか。アキラ、これの続きある？なんかその女優さんも私に似てない？似てねえよ。自意識過剰もいい加減にしろ。いや似てるって。あ、でも胸は私のが大きいかも。別にしてていいよ。よくねえよ。っていうか男の人がするの初めて見るかも。見学させてよ。絶対嫌だ、出てけ。ケチ。じゃあこうしちゃう。感じちゃった？リオネ飲んでんな。ちょっとだけだって。それよりどうよ、気持ちいい？寂しかったのかもしんない。だからこうしてアキラにもうざがらみしちゃうっていうか。いいよ、このまま出しちゃって。いや、よくはないだろ、手汚れるぞ。もしもし。あ、うん、今大丈夫よ。あ、例の話ちゃんとアキラにも紹介するからね。大丈夫、いい人だから。別に何も心配してねえよ。いつまでここにいるんだよ。アパートの水回りでトラブっててね、すぐに戻れないのよ。それより今日。分かってるよ、彼氏来るんだろ。そう、だから早く帰ってくるのよ。ああ、行ってきます。行ってらっしゃい。私の彼氏いい人だったでしょ。自分の部屋で寝ろ。いいじゃん、久しぶりにさ。狭いんだよ。確かにそりゃ狭くもなるよね、こんなにたくましくなっちゃって。立花さんいい人そうだったな。でしょ、絶対アキラも気に入ってくれると思ってた。俺が気に入らなくても関係ないだろ。関係ないわけないでしょ、あんたの家族になるかもしれないんだから。やっぱり結婚の話出てんじゃねえか。例えばの話よ。っていうか何よあんた、拗ねてんの？そんなわけあるか、さっさと嫁に行っちまえ。どうしてそう天の弱かな。別にいらねえっての。あれからオナニーしてなかったから、このまま好きにやられてたまるか。胸揉むぞ。やれるもんならやってみな。こいつお姉ちゃんのおっぱい触って勃起してやんの。